ジャイカ海外協力隊に行かれていて、自分の中での価値観の変化ってありました？価値観としては国対国だったりとか、うんうんうん、国際的に何かっていうよりも結局は人対人なんだなっていうことを実感しましたし、それはなんか現地の人の方がそれを初めから思っていたというか、別にこう日本人が来るからっていうよりも、まあ神谷が来て神谷とこうやってるからっていう話だったりとかっていうのがすごく変わった価値観になりました、はいはい、なるほど。神谷さんだから動いてくれるとか、はい、あの神谷さんもその人たちだから動きたいなって思えるとか、うんはい、そういうふうに価値観が変わっていたって感じですね、はい、それ含めて JICA 海外協力隊を終えられて、はい、どういうふうに進路進もうって考えられました？そうですね、まあ、行く前から帰ってきたら独立をして、はいまあ、そのままジンバブエと関わるのか、はい、それとも全く関係なくて国内でやっていくのかっていうこともまあ決まっていなかったんですけれども、はい、すごく2年間置いて思ったのは建築をとにかく作りたいなって思いになって、はい、やっぱり2年間アフリカでプロジェクトをやっていながらも完成することがほぼなかったので、はい、まずは作りたいなっていう気持ちがありつつも、はいこうずっとそこで出会った個人の人たちとは関わっていきたいなっていう思いがありながらの独立を考えました、はい、じゃあ総合的に見て2年間ジンバブエに行って良かったと思いますか？それはもう間違いなく良かったと思っています、はい、やっぱり2年間同じ場所に住んで、はい、こう繰り返し出会う人がいて友達になるっていう行為自体が結構僕の中では貴重だったかなと思っていたので、はいはい、そういった意味では本当にいい経験をさせてもらったなと思ってます。はい、ありがとうございます。いや、面白いですね。今は独立されてるってお話したんですけれども、会社名をお伺いしてもよろしいですか？はい、1-1 アーキテクツ一級建築士事務所という名前で今設計活動をしています。実際にそこではどういったことを行われていらっしゃるんですか？はい、幼なじみと2人で独立をして、今はスタッフを何人か雇いながらチームで動いているんですけれども、はい、国内でやっている仕事っていうのは個人住宅だったりとか店舗なんかもあるんですけれども、はい、やっぱりこう建築業界に対して何を残せるかだったりとか、次の時代にどんな建築がふさわしいのかっていうことを掘り下げながら考えています。はいうん、他の建築事務所さんとの大きな違いっていうところって、はい、自分の中で 何があると思いますか？そう、まあ、そこが見つけられるといいなと思いながらも、はい、今やっぱりやってることとしては、はい、僕がアフリカにいる時からやっているプロジェクトがあって、はい、日本でいう子ども食堂みたいな建築を作って、はい、もうとにかくそれを増やしていくことで、先ほど申し上げた子どもたちが食事の移動の中で交通事故で亡くなってしまうっていう事例を少しでも減らせたらなって思いがあって、はい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 、その思いはこう国とか地域に対してっていうよりも、そういう思いを持ったクライアントと出会ったんですね、個人なんですけれども、はい、彼女と一緒にそういったことをやりながら、それをやることによって日本のプロジェクトに他者性が生まれるというか、はい、客観的に日本のプロジェクトが見えたりとか、はいはいはい、日本でプロジェクトをやっている時にアフリカのことが客観的に見えたりとかっていう、こう相互補填をしながら、はい、いろんな国のプロジェクトをやっているっていうのがところがまあ違うというか、うんうんうん、特徴的かなと思ってます。はい、ありがとうございます。ジンバブエで今されているプロジェクトに関して深掘りしていきたいなと思うんですけど、はいはい、食堂でしたっけ？子ども食堂みたいな。子ども食堂、はい、それちょっとどういうプロジェクトなのかっていうのをもう少しお話しいただいてよろしいですか？はい、そうです。オーナーが現地の語学学校の先生で、はい、僕が行っていたハラレという地域は、ショナ語というのが一般主流で使っていて、はい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 、公用語は英語なんですけれども、はい、ショナ語の先生だった方なんですね、うんはい、で彼女はこう親族をエイズで亡くしている経験をしていて、はい、そういった個人の方が多いという現状も知っている方で、その子たちのために何かしたいって思いを抱えてたんですね。なるほどですね。土地はもう購入していて、はい、そこで何かをしたいっていう思いの中での相談といいますか、まあ、はい、本当に初めは建築の隊員が来たと、うん、建築が専門家なのかと、こういうの考えてるけどみたいなところから始まって、はいはい、そこからこう本当にどんな建築があると子どもたちの命を救えるのかだったりとか、それが建っている町に対していいのかっていうことを掘り下げていきながら作っていっていって、最終的には日本の子ども食堂のように、まあ1日1食食事を提供していきながら、こう虐待などからも子どもたちを守れるような施設にしていこうとなりました。まだ建設は建設中な段階のプロジェクトになっているってことですよね。コロナになる前にもう建設がスタートして完了する予定だったんですけれども、はい、コロナになったことでちょっと渡航ができなくなったので一旦止めていて、はい、予算はクラウドファンディングでも集め終わっているので。そうなんですね、はい、それをもとに設計をしていく予定です。実際にクラウドファンディングでどれぐらいの金額集められたんですか？はい、目標300万円に対して最初に300万円以上の、うん、そうなんですね、はい、その時に結構大事にしたのが、はい、こう日本の ODA とかを使って何かを作るってなると、はい、完成形をしっかり示して、はいはいはい、
こう確認申請って言われてお役所にこうこれを作ります許可してくださいって出すんですね。そうするとこう決まりてしまったような間取りだったりとか素材になってしまうところをなんとかそれを崩してもっと子どもたちに豊かな空間ができないかなっていうところから始めたプロジェクトで、レンガが主な素材なんですけれども、それをクライアントが思い思いに積んだりとか壊したりとかしながら自由に空間を作れるものを想定していて、あ、そういうことですね、はい、なので僕らは最低限の行動計画をして、ここは壊しちゃダメだというところはもう固めてしまって、あとは自由に動かせるようなイメージでデザインを設計してます、いや、めちゃくちゃ面白いですね。これ大きさでいうと結構大きい敷地なんですか？そう、あの300平米ぐらいなので、日本で言うと100坪ぐらい、レシピを与えるから、その選択をそれぞれでしてもらおうと。そうですね、その時の子どもたちの数だったりとか、クライアントの金銭状況だったりとかっていうので、僕らが間に入ることももちろんできますし、クライアントだけで現地のレンガを作って置くっていうだけで、確かにできる。そっか、壊したりもできるし、 それを新たに作ることもできるから、そこは対応できるよって話なんですね。そうですね。なるほど、これ300万でやるってすごいですね。300万円でまず何個のレンガが買えるかっていう見積もりを出して、だいたい3万個になるんですけれども、あの300万円トイレとかも入ってるんですけど、それを僕らは模型で3万個のレンガを全部作って、僕らが積んだり壊したりしながらクライアントにお見せすることで、3万個あるだけでどれだけの動きができるかというのをお見せしてます。そうなんですね、実際シミュレーションした時はどんな感じでされてらっしゃったんですか？実際その300万円の3万個だと意外と建築できなくて、あ、そうなんですね、最低限の室内空間と、あと家具を置いたりとかステージを作ったりとかっていうのがあるので、それを今クライアントと共有している状態です。そういうことですね、向こうの反応は実際どうですか？正直で、完成してやっぱり、すごい小学校とか、そういったもので ODA で一括っていう中が多い中で、そういったまあスカスカじゃないですけど、内外がこう入り混じってるような建築に初めは驚いてましたけれども、こう予算を聞くとやっぱりそれだけの予算でスタートできてっていうところで、大きい予算を集めてドーンって作るよりもこっちの方がやりやすいっていうのを理解していただけたので、そういった意味でも本当に個人個人でやってるので、すごく話が伝わったと思ってます。なるほどですね、これ面白いところで、すごく新しいアプローチだと思ってるんですけど、やっぱ ODA とかって1000万単位でかって言って、学校を作るとか施設を作るとか、そういう動きってすごくあるじゃないですか、ただそれって必ずしも全員ができるわけではなくて、かつ地方に行けば行くほどそこの金額っていうのが下がってきたり、機会提供っていう場ではすごくなっちゃうと思ってるんですけど、ただその地域のところ、地方のところでも限られた予算感でやるっていうのって結構面白いなと思っていて、そこで施設を作って自分たちがやりやすいように設計ができる、かつ継続性もあるっていうところって非常に面白いですよね。そうですね、なんかそれによってこう愛着が増したりとか、子どもたちの帰属意識、オーナーの所有してるっていう意識、自分で作ったっていう意識を育むことの方が、なんか今後の継続性としては建築としては大事かなと思ったので、そういったアプローチを作りました。ありがとうございます。今ジンバブエでプロジェクトされてらっしゃると思うんですね、今後もなんか、ジンバブエだけではなくて、アフリカとかでなんかそういったことをやろうとされてらっしゃるんですか？ジンバブエにこう2年間滞在して面白いなって思ったのは、日本の建築家がいるっていうだけで急にジンバブエの国家プロジェクトみたいな話が来たりとか、中心みたいな人から本当にやるのかなみたいな、夢のような物語もあるんですけれども、そういう機会があるなっていうのはすごく感じていて、こうアフリカどこかのどこの国かわからないんですけど拠点にしておいて、そういったプロジェクトにも関わっていきたいなっていう思いもありつつ、今は日本にコロナなのでいながら、アフリカの NGO だったりとかが主催するコンペティション、学校の建設だったりとかに提案をして新しい空間作りっていうのも試してます。ちょっと最後にっていうところで、日本っていうのをどういうふうに見てるのかっていうところをちょっとお聞きしたいんですけど、こう特に日本っていう国をどうこうっていうのは全然思わなくなったっていうのが一番正直なところで、なので日本でも関わったことのある人だったりとか、一緒に長くいる人っていう人に対しての思いがあるっていうのが正直なところになりました。そういうことですね。日本ってこういう国だとかっていう定義付け自体にあまり意味を感じなくなったっていうのがあって、それはジンバブエってこういう国っていうのも言わなくなったような気がします。ちょっともう一点別の視点で、国際協力っていうのを
は何かっていうところを一言でどういうイメージされてますか。本当繰り返しになっちゃうんですけれども、はい、個人対個人の中で誰を幸せにしたいかっていう思いで、たまたまその人が国際的というかであれば国際協力になってしまうし、僕の中では本当にこうドメスティックで日本にいる人でもその人が助けてほしいだったりとか何かしたいってなったらそれも協力なので、そこで国内協力というのか国際協力というのかという違いでしかないっていうのが今の正直なところ。はい、ありがとうございました。今日は国際協力と建築に関して神谷さんにお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。